始めましょう。誕生日鈴木ゆりえの誕生日会2020コラボ企画、イエーイ。それではゲスト、今回のゲスト、ありがとうございます。今回のゲストは佐々木さんとカリスさんです。ハッピーバースデー、ありがとうございます。 Thank you very much。 ではあの2人の紹介をしたいと思います。まず頭脳派、あ、まあ先に16歳で東大合格、天才 AI 博士カリスさんです。自己紹介と私への誕生祝いの言葉を3分でお願いします。天井シェフ、いやカリスさん、まあ何も言うことはない、16歳で東大に受かって、ストレートで東大博士を取れたので、まあいわゆる、まあ、天才という就職後で、まあ、僕はせるんじゃないかなって思います。3分の間で特に何も準備せずに来たので、まあ、なんか適当なこと言っちゃってますけれど、まあいろいろあって、今もその AI の研究をやっていたこともあって、まあ、AI、それをまあ社会実装ということでいろいろ、まあ、AI のベンチャーで働いたりしています。まあ、最近、まあ、僕の AI 論文のまあ引用数がまあ200を超えたので、まあ割とまあ世界でも、はい、まあ、影響力持てるんじゃないかなって思います。まあ、そんな感じで、まあ、AI、 特に医療に AI を導入したメディカルイメージングの研究をやっていて、まあ、要はまあ AI を使ってみんな健康かつ笑顔で過ごせる社会を実現しようと思って、まあ、そのためにいろいろと頑張っている感じです。もちろんまあ至らないところもたくさんありますが、どんどん社会を変えて、まあとりあえず自分はまあがんとかであんまり死にたくないなと思うので、まあ、この辺をいろいろ変えれたらまあいいなっていうふうに思っています。多分まだ2分ぐらいしか喋ってないと思うんで、まあとりあえずまあ研究者でもあり、まあ、こうやって温泉研究家みたいな感じでもある今大江戸温泉、はい、物語に来ています。いつもはそのラクアという、まあ、もう一つのでかいところの近くに住んでいるので、そこと徒歩で7分ぐらいですけど、僕の家からそこをいつも言っていますけど、今日はまあ初めてですけど大江戸温泉物語来てみたらめちゃくちゃ良かったです。ということで自己紹介終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。すやってすやの人もいる。ガチの天才やん。世界が認めた天才ですよ。本当にそうです。あ、AI の人いますね。実は自分も AI ですっていうリスナーさんがいますね。あ、はい、よかったですね。素晴らしい。あとで YouTube もやってるんで、まあ、AI 関連で。そう、はい、カリスさんの YouTube やばいですからね。ぜひぜひ見てください。ありがとうございます。やばいらしいです。知らないですけど。カリスさんね、もう人気者ですからね。こんな私の誕生日なんかに。いや、まあ、そんなことないですけど。ありがとうございます。ぼちぼち頑張ってます。はい、ありがとうございました。では続いて自己紹介を、頭脳派アメフト選手佐々木さん、よろしくお願いします。あ、どうもこんばんは、佐々木です。どうもどうも。入江さんとはですね、あの大学時代からミス総理大臣などの企画で仲良く集まってて、カリスさんとはですね、たまたま待ち込んで仲良くなって会わせてもらってます。待ち込ん関係なんですよ、カリスさんは。で、まあ、最近やってることはアメフトの選手であることと大企業のサラリーマンである。で、また、最近、ゆりさんとかと一緒ですけど、哲学対話とか、とうとうイベントを開催してます。みんなで仲良くできればと思ってます。ゆりさん、めちゃめちゃよろしくお願いします。そして、おめでとうございます。ありがとうございます。ゆりさん、僕大好きです。ゆりさん大好き。いやー、嬉しいです。なんか、佐々木さん。ゆりえラブなんで。ゆりえラブ。佐々木さんはね、なんか、すごい、なんか、友達なんですけど、まあ、なんか、それでも友達、なんか、こう、応援してますからみたいな、そういう熱意をすごいいただいて、すごいいつも励みになっております。ありがとうございます。実はですね、この誕生日イベント、あのもうスタート、あのこれプレイイベントですけれども、最初のやつがもう佐々木さんとカリスさんっていうね、安定の2人にやっていただくっていうことになって、恐縮です。いや、私遅れちゃったんですけど、安定っていうか安定の遅刻ですけど、いや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 、まあ全然大丈夫です。カリスさんはね、本当なんか、あの全然あの打ち合わせとかもしてなくて、あのまあ台本一応簡単なものをあげたんですけど、アップしたんですけど、多分見てなくて、2人とも、あ、まあ佐々木さんは見てるかな、カリスさん多分見てなくて、でも別に、はい、全然見なくて、全然見なくて全然大丈夫で、この2人あの永遠と喋ってられるんで、あの30分じゃ時間が足りない、無限に喋れる仲間同士なんで、てか私が用意した台本なんか好きなことを語ってくださいとか、そういう系なので、もう全然大丈夫だと思っています。というわけで、あ、これですよ、これ私の誕生日なので、誕生日なので、改めて、そう、誕生日イベントなんで、私に誕生日プレゼントを2人に、え、プレゼント遠隔で送るんですか。そう、一発芸、じゃあなんか一芸披露してください。超無茶ぶり。一応台本に書いてたから事前に準備はできたはず。
台本見てなかったです。すいません。じゃあ佐々木さんから、佐々木さんから一芸披露お願いします。音声入ってない。音声入ってない。音声入ってない。はい、何しよう。佐々木さんは好きな本について語ってくれればいいです。最近ハマってる本について。いや、最近ハマってるのはマーシャル・マクルハンっていうメディア論の大家がいらっしゃいまして、その人の本が好きなんですね。メディアメッセージであると。例えば、我々は実際、例えばメディア自身の中身について考えちゃうんですけれども、メディア自体にも意味があると。例えば、同じ内容を伝えるときでも、手紙で伝えるかメールで伝えるのかというところに、意味があると。といったところなんで、そういったところって、これから世の中生きる上で大切だかなと思ってます。で、その中でめっちゃ面白かった例として、アフリカの文字を読めない民族は映画を見ても理解できないらしいんですよね。というのもみんなが踊り出したら踊り始めてしまうとか、あるいは画面の外を出たら人がいなくなるってことで、コードが理解できてなくて、そういったところを文字に規定されているとっていうのが非常になんかメディアとして非常に面白いなと思った次第です。そう短く言うと、すごいこんな感じの佐々木さんです。あ、なるほど。興味の幅が。よくわかんない。今ので大丈夫です。全然今ので大丈夫です。あ、じゃあ僕は、一発芸なので、ちょっと5秒で笑いします。ゆりえさん大好きです。キスしましょうか。関節キス。これ関節。はい、滑ったー。やばい、すごい、すごい、すごい。そういうのを待ってたんですよ。そういうのを待ってたんですよ。いやいいっすね。いや、ガリスさんのキャラめっちゃ好きです。いいと思います。めっちゃ面白い。めっちゃ好きです。まあ、ガリスさんにはもしかしたら英語とか中国語とかなんかいろんな言語。英語です。そうです。中国語はできないですけど、まあ、英語だったらペラペラです。英語とかいろんな言語喋れたはず。英語はペラペラだし。逆に言ってしまえば、アニョハセヨ、저는한국말좀할수있습니다。あ、みんな、もう10몇년정도한국에살고있었으니까、的な感じです。そう、的な感じで OK だったんですけど、それ以上くださって嬉しいです。ありがとうございます。鮮やかっていうコメントもいただいておりますが。韓国語と英語は、まあ、ほぼネイティブです。韓国語、英語はネイティブで、他の言語喋れませんでしたっけ？ちょっとだけ。僕は日本語しかないです。ああ、そういうやつですね。イタリアとドイツに一応すね、たんですけどね、あんまり上達しなかったです。あ、そうなんですね。まあでも天才なので、ネイティブほどではないにしろ喋れるはずです。はい、2人に質問があります。カリスさんから、カリスさんに対する質問、事前にアンケートを募っておりまして。はい、事前にアンケート。あ、そうなんですか。はい、恐縮です。はい、まずカリスさんに、自他ともに認める天才ですが、カリスさんは天才の定義って何でしょうか。天才って言い張るものです。ん？天才って言い張るものです。天才は言い張るもの。名言きた。芸術家のミケランジェロはこう言って誰か、まあ自分を天才って、自分がどれだけ努力を重ねてきたか知れば自分のことを天才とは呼べないはずだということで、まあ僕は天才なんて存在しないと思っていて、だから単に言い張ってるだけですね。自分が言い張るか、あるいは周りから見て勝手に思ってるだけだって、本当に僕は天才なんで、そもそも存在しないと思ってます。でも僕は、天才って、適当につけとけば、みんな、YouTube とか見てくれたりと、自分のこと評価しているんで、自分で利用するために、言い張ってるだけですね。まさにそれに過ぎないと思います。ただの一般人です。いや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 、さすが。もう、言い切るところかっこいいですね。いや、すごい。いや、これは、もう、カリスマ性。カリスさんのカリスって、カリスマのカリスですよね。いやー、いいですね。ありがとうございます。じゃあ次に、佐々木さんですね。佐々木さんに。あ、佐々木です。どうもどうも。質問何ですか？まず、飯テロありがとうございます。あ、飯テロ、はい、飯テロの佐々木くんです。皆さんありがとうございます。テロリストなんで、はい。テロリスト、佐々木さんに。いつも笑顔が素敵な佐々木さんに質問です。ポジティブなライフスタイルを送るコツはありますか？とのことです。ポジティブなライフスタイル、すみません、ニュアンスはしっかりつかめないですけども、人間って往々にして気分が落ち込むことってあると思うんですね。それは様々な事象の中であると思います。例えば、仕事で嫌な思いするとか、あるいはある種の人間関係で嫌な思いするってあると思うんですけれども、それがある種、一極集中してるからこそ辛いんだと思うんですね。だからこそ、いろいろ分散して、ネットワーク作るとか、あるいは熱中するものがあると。そうすると、一つの、苦しみがどんどん和らぐだろうと僕はそのように思っています。なるほど。つまりどういうことでしょうか。あ、いろんなことをやりましょうってことですね。あ、分散しましょうって。あ、そういうこと。集中より分散であるとか。あ、やっぱね、コンテンツがいっぱいある
ある状態の現代だからこそ、集中するより分散した方が、まあ、ポジティブに、暮らせる、時代の流れにも合ってるとは思います。ありがとうございます。すごい。何でも答えられる。あともう一つあります。人脈の横綱。恋愛感が聞きたいです。どんな方がタイプですか？これ誰が聞いたの？これ需要あるの？誰これ？もっと恋とは、みたいな難しいことを考えていたらそれも伺いたいです。とのことです。あ、ゆりさん、もう一回言ってもらっていいですか？どんな方がタイプですか？それと、あと、もっと恋とは？とか、みたいな難しいことを考えていたらそれも伺いたいです。あ、田中淳さんも一緒に言ってます。田中さんじゃ、はい、田中さんもコラボ出演してくださいよ。はい。あ、あとで、ゆりえさん。僕の声は拾えてる。一緒に言うんです。あ、はい。まあ、あとで大丈夫です。みこチャンネルの誕生日が来てるんですよ、今。ね、政治家です。なるほどね。みんな誕生日。みんな誕生日。あ、よかったら、ちょっと出てくれても。はい。みこちゃんも来てます。こんにちはみこちゃん、やっほー。みこちゃんも、ゆりえさんとコラボしたいらしいんで、よかったら。え、コラボしましょうよ。はい、コラボしましょうよ。はい、ぜひ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 、みこちゃん、みこちゃん。あとで、はい。あとで、そうです。で、声、好きなタイプとか、声、恋愛感について語ってください。好きな女性のタイプはよく笑ってくれる人ですね。あー、なるほどね。なんか。ちょっと街コンや合コンではこう言ってる。で、その心は？なんか、笑ってくれる人って会話が盛り上がれたとか、波長が合うってことなので、それがいいかなと思って。うん、なんか、それであんまり外れることないんで、笑ってる人っていう。会話の展開的に有利っていう。うん。僕の中であります。なるほどね。もっと難しいことを言ってくれるかなって思ったけど、意外と、庶民派でしたね。あ、庶民派ですね。高等遊民みたいな。こういった我々でカリスさんの感じなんで、カリスさんが答えると。私カリスさんに次聞いた。ケイケスビはこう言ったみたいな。そうそう、次カリスさんに聞、でもカリスさんに恋愛のこととか聞いちゃうと、ファンに殺されちゃうから、どうなんでしょう、踏み込んで。そうですね。まあ、やっぱり同じ空間に行って告知いい人がいいんじゃないですね。そういう長期的な関係においては。だから、まあ、楽しい時の比嘉さんにも、辛い時の天笠になれる人がいいかなっていうふうに思っています。例えば、可愛い JK とか付き合えば、楽しいとか楽しいでしょうけど、自分が悩みとか持ってる時あんまり、まあ、そういう理解してくれなかったりとかすると思うので、それもまた違うと思うので、まあ、だから、やはり、あんまり気にせずに、同じ空間にいても違うことができると、まあ、そういう人はいいんじゃないかなっていうふうに思っています。へ、なるほど。もちろん、まあ、色白黒ロングとか、まあ、そういう顔って大事だと思ってます。顔、意外と顔重視というところもありましたね。まあ、それもやはり大事だと思う。まあ、顔はもう当然。どっちも大事ですか、ね、顔も当然、中身も当然、みたいな感じですね。はい。ありがとうございます。この天才釣り合う人間なかなかいないので。この天才で、しかもめっちゃかっこいいからね。こんなイケメンで、はい、恐縮です。イケメンで、なんかキャラも立ってて話せて。イケメンってツイートしますよね。はい。天才で、もう釣り合う人いないですよね。天才イケメン。やば。やば。なんか、でも、意外と、まあ、要は気があって可愛ければいいみたいな、なんか割と庶民、普通だったので、安心しました。そう。あ、要はイーリングで。実際可愛いと思うんで。はい、なんでそこで、こういうふうに言い出すの？まあ、なんとなく好きかなと思って、なんとなく好きだと思って、まあ、それが恋だと僕は思ってるので。天才。まあ、理屈で、まあ、こうだと思う。まあ、思うのは、まあ、それはまた違うかなと思います。なるほどね。天才でも、普通の恋、意外と普通の恋をしているというわけですね。はい。では、あとは、次。視聴者から聞きたいこと、カリスさんが16歳で東大入学した経緯っていうのを教えてください。そうですね。私は一度聞いてあるんですけど、まあ、色々ありますけど、例えば兵役とかで韓国にあったりするので、まあ2年間なんか軍隊連れて行かれて、わかんない、つるばしとか、なんかまあそういうのでめちゃ重労働させられて、なんかまあいじめにあったりとか。まあ、自殺したいみたいなそういう感じなので、まあ、韓国でもまあ自由に自分らしく生きれるんじゃないかなと生きることは無理だと思ったので、まあ、海外行った方がいいかなと思って、まあ、そこでやはりサイエンスとアートってまあ国境はないので技術立国といえばなんとなくアメリカか日本かなと思って、アメリカで単に成績いいからいい大学行けるわけじゃなくて課外活動とか総合評価って感じなので、まあ、ペーパーテストだけだったら、まあ、僕だったら100回東大受けても100回まあ余裕で通ると思ったので実際に16で受かって今まあここに日本に来ていますね。まあ、つい先日まあ10周年を迎えましたけど。
って感じで。10周年おめでとうございます。さすがカリス。100回到来みたいな。来日10周年おめでとうございます。あ、長いこといますね。おめでとうございます。あ、そういうノリで来てますけど。やば。100回到来受けたら。ちょっとツイートしなきゃ。ある、自信ある。カリスさん？あ、なんか今僕待ちですか。あ、ちょっとすいません、スピーカーうるさくて何も聞こえなかった。あ、いやいやいや、すいません。どうしました、田中さん。で、どういう、入った後ってどういう経緯を立っていましたか？ 16 歳で。入った後ですか？うん、そうですね。まあ、ストレートで東大の、まあ、AI 博士になれました。そうですね。修士の2年の時から、毎年海外の特区大学に行きまして、まあ、イギリスと、イタリアと、ドイツの特区大学に行ってました。ドイツは2回、あ、いや、違うな。イタリア2回行ってて、例えばケンブリッジ大学とも去年行ったりとかしてます。そういうのがあって、論文もたくさん書いて、まあ、AI の論文十数本ぐらい、まあ、第一著者として書いています、ねまあ。みたいな感じで、ぼちぼちやってます。やばもう世界を渡りかける天才。海外ってますね、世界を渡りかける天才じゃないですか。世界を渡りかける天才。今年はちょっとコロナに全然行けてないですけど。まあ、確かに。いや、でも世界が認めた天才。タカトさん、初見です。ありがとうございます。今、16歳で東大受かったカリスさん。100回東大受けたら100回東大受かる自信あったと語ってくれました。じゃあ次に佐々木さんに質問したいです。佐々木さんの読書歴、はい、読書傾向について聞きたいんですけれども。あ、はいはい。読書な1日何冊、え、月に何冊ぐらい読んでるんですか。いや、カウントしてないですけど10から20ぐらいじゃないですか。10から20、あ、でも意外と、あ、でもやばいですね。一つ一つが重いから。なんか読書のコツってありますか。いや、なんか興味あるものも読んでいくと、うん、最近特に哲学なんですけども、お互いに引用されたりするので、うん、読みやすくなるかなっていう、うん、例えばメディア論だったらプラトンのパイドルスっていうとこが役員に引用されてたりとか、うんうん、あとなんだろう、他だったらなんだろう、オイディプソーとかよく引用されたりとか、はいはいはい、っていうのがなんていうか、そうするとなんかいろいろ有機的に繋がっていくかなっていうイメージ、うん、読めば読むほど早くなってきたイメージです。なるほどね。なんか有機的な繋がりっていうものを意識して読書もつなげていくっていうことが必要なわけ、大事なわけですね。なるほど。あ、そうですね。本なんだけが引用とか参考文献なんですけど、あれってだいぶ重要で、世界観つながっているので、なんか理解度早くなるなと思ってます。あ、参考文献あんまし気にしてない人もいると思いますけど、そういうのが重要みたいですね。父の巨匠ですね。はい、そんな感じで勉強関連で聞きたいんですけど、カリスさんに勉強のコツを教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、勉強のコツはいろいろありますけど、一番大事なのは逆算力に尽きると思います。なんですか？今の自分の現状はどこに、逆算力ですね。うん、まあ、最初から目標って何なのかってこうちゃんと、まあ、その想定した上で、そして今の自分の現状はどうなっているのかもちゃんと把握して、その差を縮めるためには何をすべきかってことを考えてやり抜く。その中ではいろいろと、まあ、自分の想定とは違うことに出てくるので、その中いろいろと、まあ、疑心暗鬼に思いながら軌道修正を重ねていく。そうやって、まあ、気づいたら自分はきっと、まあ、なりたい自分になっているはずなので、例えば僕とは東大が当たり前になっていたので、まあ、そうやってちゃんと逆算、だからその冒険魂と猜疑心みたいな、そういうのが大事なんじゃないですか。なるほど。勉強で一番大事なのは逆算力。逆算力です。うん、はい、冒険魂と再現地どこに向かいたいのかって分からなければどこにも向かえないので。いやー、なんか意外とちゃんとここに向かいたいのに、ね、本当は反対側行ってたら仕方がないので、うん、だから間違った、まあ、その努力をしないためにちゃんと、まあ、自分が何をしていくかっていうのはちゃんと把握して、そうですね、手間を惜しむための手間を惜しまない感じでやっていくのが一番努力、コスパいいと思っています。いや、なんか天才の言う勉強のコツって参考にならないことが多いんですけれども、カリスさんちゃんとコツになるようなコツを言ってくれてるので、もちろんできるかどうかっていうのは別に、僕自身は天才じゃないと思って言って、まあ、ちゃんと計算してやってるんですね。もう努力の天才です。だから天才で言い張るので答えていましたし。いや、すごい。いや、本当なんかよりなんかカリスさんがこうすごい人だなっていうことがすごい伝わりました。すごくためになります。
早いものでもう。そう、かわいいですね。ピンク似合ってます。ああ、ありがとうございます。こういうところですね。ゆげさんかわいい。ありがとうございます。え、これが、カリスさんと佐々木さんの差ですよ。美人美人。ありがとうございます。べっぴんさん。ありがとうございます。ちょっとかわいい。佐々木さんかわいいかわいいって言ってる感じ。なんか。初見ですって嘘でしょ、シロさんは。はい、というわけで、早いもので時間はもう来ちゃっているので、ちょっと私の誕生日会の告知だけして、最後にお二人に一言ずつ言ってもらって終わりにしたいと思います。告知ですね。ちょっと待ってください。告知っていうか、ゆりえさんかわいい。ありがとうございます。今後の、誕生日会なんですけれども、前々夜祭、前夜祭、当日祭、本イベント、高野祭とあるので、ぜひ本イベントとか高野祭とかも来てくださると嬉しいです。っていうぐらいですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後にお二、詳細は下のリンクの方を見てください。はい。ではお二方に、最後に一言ずつ言っていただきたいと思います。まずは佐々木さんお願いします。あ、ゆりえさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。かわいいゆりえさんを見えて今日も僕は幸せです。何も出ませんよ、はい、大好きゆりえさん、誕生日特権ですね。で、はい、これからもイベントとかいろいろ仲良くしてください。あ、こちらこそ、ま、お話が楽しみにしてま す。ありがとうございます。それでは続いてカリスさん、最後の締めをお願いいたします。そうですね、誕生日おめでとうございます。やはり年を取るのが嫌っていう人はすごいたくさんいますけど、僕はそうではないと思っていて、むしろ年を取ることはよくて、いろんな経験を積むことでいろんなことが自分はできるようになると思っているので、だから自分のやってること誇りを持っている人たちは年を取ることを、まあ、その怖がらないと思うんで、まあ、そんな素敵な女性になってほしいなと、まあ、ゆりえさんには本気で思っています。以上です。まあ、僕自身もそうですけど。ありがとうございます。というわけで、ゆりえさんかわいいかもかもじゃねえよ。というわけで、これで一旦締めさせていただきたいと思います。お二人は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。また世界のどっかで、世界のどっかで、ゆりえさん大好き。